検証当選開封の儀当たったよ当たったよってえー、本日は来ましたよ当選だなんだかんだでね当選開封の儀ができることを嬉しいと思っておりますじゃん、うん、こ,こういうのはね下からけた方がね楽下からけます このタイトルに書いてあったんで、あれわかってるんだけど、いや、でもなんか、一枚しか出さないで当たるっていうのが、すごいなって自分でも思っている。はい。これは、えー、洋歌堂ですね。伊藤洋華堂の、えー、森永、森永製菓かなのやつでですね。 これ伊ヨ洋華ド森永製菓共同企画シルバニアファミリー商品プレゼントキャンペーンのやつですね。でこれがですねハリネズミさくらが欲しがっていていや本当に欲しがってんのかって言われたら欲しがってたのね。でこれあこれ売ってるやつなんだ非売品っていうわけではないんだ。 なんかねはがき見た時に「かわいいね」とかって言ってて「かわいいなこれ欲しいな」とかって言ってやったんだよそれで1枚だけなんかねあのパンケーキのメープルシロップみたいなやつ売ってたやつを買ったんですねこれをねハリネズミさくらが欲しがってたっていう。こうちうさぎ意外と好きで このシルバニアファミリーのこのうさぎのことはですね、ウーさんって言ってるんですよ、ウーさんって。ウーさん、ウーさんっていう名前つけて、えー、結構シルバニアファミリー好きなんですけど、どこに売ってるのか分かんないので、これが届いたときは結構嬉しかったですね。これ、桜に、桜の部屋に飾ってやろうと思ってます。このふわふわパンケーキセットが欲しいなーとか聞いて言ってたので。 うんこうかわいいね。これ、うずら、うずらとかさ、あの、小屋とかを。んなんか、ミニチュアのこういうのと結構かわいいなと思って。パンケーキセット欲しいねーって聞いたのが当たったので、え、ちょっとね、あの、ま、でも見た感じ、そんな、すごい豪華そうな感じだな。5、600円で買えんじゃねーのっていうぐらいの、あの、思った感じ、そんな大したことないんだけど、大したことないのを、 有限実行で当てるっていうところがね本当にこれあの何だろうこの感覚スコーンって当たったのでちょっとなんかやっぱりなんかこういっぱい出して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 折って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 当てるよりも一回でスコーンってなった方が嬉しいですねうん。あちょっとなんかね 今週はちょっとうちのしびすけが体調不良なので、引きこもり生活。なるべく外出ないで、引きこもって、ちょうどさ、連休なのね。連休、春分の日みたいな、だけど、まあ、体調悪い、相方が体調悪いのに、一人で出るのも、なんか、あれなんだよ。引きこもらう方と。その間に、 結構うちなんかこう栄養補給できそうなもの100%のジュースとかあとヨーグルトとかもうね月末までの分ヨーグルトが大量に届いてるんでそれを食べたりとかしてですねあとはまあ私においてはね食べなくてね断食っていうのもありかなって思うぐらいえそんな感じでございますあのあとなんか外出できない人に対してなんかね ネットスーパーパとかかそういういのなん,かあんない私そういうなんかサイトとか見るのも初めてだったんでなんか「えー、そういう俺があるんだ」って外出たくない時ネットスーパーとかもありますよみたいななんかあとはまあ洋歌堂ネットスーパーとかその辺はうんねえんか多分東急とかもあるのかなでもネットスーパー頼んだら検証できないんでいくら引きこもり でも引きこもりだったら引きこもりなりに家にあるものを食べてあの在庫を減らしてほら冷蔵庫とかスカスカにしてスカスカになったから買い物みたいな感じであの行けたらなぁと多分3日ぐらいで熱とか風邪とかだと子はだは大体3日で大体1週間ぐらいなんか体調がちょっと悪いみたいな感じになると思うんでうん。 ちなみに私のこの声が潰れてるのは、いつものことなんですけど、水曜日の日に、ドッカーってこう、うずらのね、はせあの人たち、うずらってね、本当になんか、お腹から声出して、あのちっちゃい体でお腹から声出して、背をぐーっと伸ばして、ドッカーッって言うんですよ。あれと同じぐらいに声を張って怒ったので、あのまあ、3日後ぐらいにこう声潰れんだろうなとは思ってましたけど、まあ、まだ、 ままだだね、ね、まあ、ドラええもんだと思えば、ね、でこれ、これさっきからあれ出してんのこれも当たったやつでこ,れはこのスープが当たってるんでこれ結構ね引きこもりのお供にいいんじゃないのみたいなちょっとパッケージも良さそうだしこれも当たったんですけどこ,れこういうのとかあのもうねどなたもどなた様も備えた方がいいと私は思ったので。 えー、おも思い,ましたあのいつ、なんかその濃厚接触とかになるかも知れないわけなので、ただね、なんかね、あの別に治るみたいですね、一応抜本的な薬があるみたいで、なんかあるみたいなんだけど、基礎疾患がある人とか、高齢者とか、なんか本当になんかやばい人に、その薬を、えー、しか、 あ,たあの割り当てが来ないらしいっていうのは聞きましたねなんかでもまあまあだいぶこれから緩和になってくるでしょうこれ何これおおすごいこれ学研のねクーポンであの学研のクーポンが当たったんでそれでちょっと頼んでみました行きこもりにぴったりじゃんねこれちょっと鉄道とか勉強しようかなと思って でこれ47都道府県。これ、まあ、もう知ってるよとか言ってたけど、ちょっとまた買って、えー、またこれ2回目かな、私。なんか、桃鉄、桃鉄って書いてあるとから、ちょっと買ってみたらいいかなと思って、桃鉄も、桃、桃太郎鉄道で選ぶ。で、私はこれを選んだんでいくら、いくらのポイントだったかななんか、5000円分ぐらいのポイントが当たって、で、それで頼んだ感じ。なんか、 うん、なのでち,ょちびすけに「うん、ずっと寝てろ」っちゅうのもずっと寝てるわけにいかないのでご本「ね、おおナイス自分」みたいなこれ頼んだ時はちょっと前だったんでまさかこれ引きこもり今週引きこもりになると本来だったら試合とかがあったんだけどちょっと試合もね体調不良で危険みたいなちょっと不本意ではありますが。 ちょっとまあなそれもまた運命でしょうみたいなこれすごくないポジティブ言葉選び辞典なんかこれに引かれてあ欲しいなと思ってなんかこうその商品を選んでそのクーポン分の商品を選んで来たやつうーん何だろうこれポジティブにあパ,パンダなんだこれ基本 諦めが悪い。粘り強いって言うといいですよ、みたいな。パンダがこれこれ無理だろ諦めが悪い。粘着質とかさ、諦めが悪いとかさ、あの、あ頭が硬い。ブレないねとあ、なるほど。味にうるさい。あ、あおめえ、味にうるせえなって時は、舌が肥えてますね。で、熱苦しい。 熱苦しいなあ修造みたいなやつは「お前のこと信じてるからな頑張れよ」って言った初苦しい」熱血ああありきたりなああありきたりだなっていうのが定番のってそれくらいのはちょっとこれ、はあ、あ行でねもう全部「骨をつて」「骨とつて」って同じじゃねえかよ。白熊くんの紹介できました「おう」つて。 うわっ <laughs> おいこれ差し絵描た人が天才意外と面白い時代遅れ教習を誘ういやいやいや教習を誘うなんて言われたって分かんねえよしつこい粘り強いあ朝あい朝からずっと洗ってんのってアが朝からずっと洗ってんのってしつこいなっていうのは粘り強いって言うとよろしいでございますよ。 これ,これ、これ、ぶしつけ。率直。君って、鼻が長くね耳が大きくねとか言ったら、率直だねって。あー、これ、襟巻きとかげね。不真面目は、射脱。射脱なんて知らないよ。いや、これ、なんか、本当なんか、古臭いはレトロな。平凡は標準的。う、えーん。だ ししししももれれこれなんか何これ「2021年6月15日ポジティブ言葉選び時点第一版」「あはははこんな顔していいのかあの私か」みたいな「マニアックくるみ洗っておいたよ」な「七光に七色に光り輝いている」とか書いてある。あー なんかこう、自転見てるとすごい面白い、お、面白いな、みたいな。こう、私だけかな、こうやって。こうやってやるの、知ってますこうやって、あの、波動速度って知ってますこうやって。こうやってやるだけで中身がパッと頭の中に入ってくるっていうさ、あの、うさんくさい、やり方うさんくさいっていうのが。いや、それの前に、まあ、もう、あ、ハリネズミだ。打たれ弱い。ナイーブ。 ハリネズミが出てきましたちょうどのところでただねこれをビーってやっただけで頭の中に入ってくる以前の問題で視点送りとかやるんですよちゃんとあの目をこういう感じでジグザグした感じでこっち読んでこっち読んで全部視点をこう脳でですね視点をこう送っていく訓練とか目をあの目線のトレーニングとかするんだけど。 もうなんか視力が悪くなったらもう全然そんなのなんかもう全然無理みたいなただまあでも一応トレーニングしただけあってもうなんかね夜中とか本当に全く文字がね読めなくなったりとかするときにまあ感覚で打ってもラリーができるっていうねうんだからそれはなんかちょっとうん ま結局本の中身全部がきちんと読んで深く読んで中に入るっていうんじゃなくてアバウトなことがなんとなくこう頭の中に入るっていうくらいの感覚だったな私の場合はね。まあもううう本当にななんんかそのなんだろうこう で全部じゃあ頭に入ってますかって初めてのこう文庫本かなんかバラ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 ってやっただけでじゃあ頭にえその物語を全部言えとかって言ってあれも多分ねちょっとした洗脳の世界なんじゃないかなみたいなタイトルから、えー、イメージを膨らましてなんかこう物語を言ってるようなまあそれを後で検証してどうのとかってやられちゃうとドーンっていうところはありますけど。 読書っていうのはやっぱり本当に本が好きな人って毎日毎日読んでてかつそれ前にも読んだでしょっていう本も読んでるなんかもう読書が好きみたいなねあのそういうねあの人いますよ友達でとにかく本ばっかり読んでるっていうこれは持ってないと思うんだよね発見図鑑鉄道 発見図鑑鉄道鉄道ってどうなんだろうおー新幹線ってこんなにあんのマジにへーへーえぇ、ー、えぇ、ー、えこれってこういう風にできんだ。あーうわもう文字読めねえ。これ、こうやってできんのよ。こうやって。これ絶対作るの大変だよ。印刷して、ここの部分の切り込みを入れて、とかってやる。 あこういう図鑑とか辞典とかが大好きなんで百科事典とかそういうのがすごい私は好きなのでこういうものはねなるべくあの興味を持ったら、うん、買,っ買っちゃうタイプ、まあ、今本屋とかにあんまり行かなくなっちゃったんでねアマゾンとかあと、うん、そういうのがすごいあこれ知ってる「成田エキスプレス」ってえこんなになってんだ今。 え、これ知ってるとか言って言ってる割には。へ、え、ぇー。なんか電車詳しい人って、どこで調べるんだろうね。こ,れやっぱこういう図鑑。図鑑だけじゃ分かんねえと思うんだ、これ。小田急ロマンスカー GSE って書いてあるけど、これ、ロマンスカーってこれだけじゃないから、種類。むっちゃあるんですよ、これ。これも確かにあるけど、これよりも、もっといろんな種類とかある。 ただね、あのー、あ、かもめだって、885系。ああ、これこれ、小田急ロマンスカー GSE。どこら辺で撮ったらお小田原あたりで撮ったらこういう風なのかな熱海とか。で撮ったらこう、こう,う、う、うちの近所で撮ったらこのようにならんよ。うちの近所で撮ったって、こならんよ。リバッティ。東武鉄道リバッティ。ああ 東武鉄道にああはいはいはいこれ乗ってみたいよサンライズ瀬戸サンライズ出雲おおえ九州のえここに全部見せんなよ著作権がどうのとか言われたらえ何電車すごいああこれ知ってる東急伊豆急行ザ・ロイヤル・エクスプレスえこれ東急なんだへえ へぇー。九州七つ橋、in 九州。へぇー。よく。そう。おぉー。おぉーいや。電車。通勤電車の秘密。あぁ、ちょっとね鉄鉄道のさ、電車のあれアップしてる割には、私らですね、リニアモーターカーだって、 これさ、私が子供の頃もさ、リニアがどうのこうのっていうあの教科書に出てたけどさ、いつ走るんじゃいって、走ったとしても、追っかなくて乗れねえっていうさ、時速500メートルで、品川駅と、えー、名古屋を最速40分で、新幹線は1時間30分を40分だって、27年だって、今は2023年、2022。 22え、今それすら分かってない。やばいな。それすら分かってない。2027に開業予定とかって言って、これ何十年やってんのみたいな。少なくても私が小学生の時にリニアってやってたよ。なんか、ふーんとか思ってたけど、別にそれが早く行けて何があんのみたいな。だって、鉄道マニアの人って、わざわざさ、あの、 夜走るさ遅い電車とか乗って喜ぶわけでしょなんか40分で着いちゃったらどうすんのみたいないやでもなんかわかんねえなここ電車の種類わかるけどさ「キハが何の意味なのかとかさ「なんとかけ」っつうのは何なんですかとかまあそこら辺はもう YouTube の鉄オタのチャンネル見るのが一番なんだよねおおっ桃太郎パワー全開貨物列車あこれもね 見るよ、名古屋であのこのこタ,タンクローリー系はね、八王子かなんかに見たことがあって、で、この佐川とかのこういうあの電車、貨物のやつは、あの、名古屋でよく見る、あの夜って言っても9時ぐらいに名古屋にいるときに、ブーってなんか走ってる。え、あっちの方にこう電車で運ぶのみたいな感じでちょっと思ったけど。 その辺もよくわかってないよ、これ。駅の安全を守るとか。おー、これ電車ですよ。日本一長い鉄橋とか。日本一早い電車。新幹線では E5 系 ?H5 系。E、その辺が分かってんよ。時速160。 時速160って相当速いよ。だって私ね車でね高速って一番苦手なんですよあのスピード出すのが嫌なんでどうも自分のその先が先を予測するっていう癖がついちゃってるんで時速その100キロぐらいで車を運転したらそのなんかぶつかった時にパーンってこうなるっていうイメージがすごい強すぎて。 高速道路って80キロで走んなきゃいけないとかっていうなんかあると思うんだけどそれ80キロとかでねとてもじゃないけど私は走りながらあの車線変更とかちょっと無理みたいないやでもこれでもね若い時にバイクとか乗ってたんだからすげえよなバイクとか乗ってた時はあのもっとむきミでこう車 車っていうかバイクって無気味なので、あの、車みたいな感覚と全然違うので、多分時速60キロが80キロ以上に感じられるぐらいの速度なんですよ。バイクで高速とか乗ったことあるもんな。本当若い時って恐ろしいことを平気でやりますね。多分その先を予測する、あの、この脳がまだ発達してなかったと思う。人生の経験値。 を積んでいくとその先どうなる何か,か,かこう予想しながらなるべくこう成功するような感じで考えながらやる癖がついてくるのでどうやったら効率的にこうそれを達成することができるのかとかいろんなことを考えてやるんでね、うん、知恵がついてくるっていうんですかやっぱり先をこう先が分かると。 なんかこう、やっぱりちょっと保身というか、なんかその勢いはつかなくなるね。なんか、あの時のなんか、うん、だって、今、じゃあ徹夜しますかって言ったら。一日徹夜したら二日ぐらい、なんか、の、犠牲になるんで、二日ぐらい体調不良で、あの、爆睡とかしとかないと。その一日の徹夜をした分を取り返せないんだよ。一日徹夜して頑張る。それ、翌日、思いっきり疲れて、なんも。 へなっているでその2日目爆睡して体調整えて3日目にまだでもちょっとその辛さがまだ残ってるみたいなその一日徹夜することによって失われる23日の方がでかいからああ徹夜はやめてよこうとかさそういうふになっていくんだよ。ね人間っていうのはねやっぱババアになっていくとねやっぱり勢いがなくなってきますっていうことでですねえー、本日も。 あのゆっくりとちょっとね話したりとかなかなかちょっとできない感じで申し訳ございませんがあのロングラのねすごい楽しみにしてる方もいらっしゃると思いますがあのロングラのはですねあのほぼ毎日アップしてますんでまたちょっと振り返ってですねちょっとあの1年前こいつ何言ってたかなとかもう,もう私2年目ぐらいなんでこの YouTube 多分2月。 17とか、それくらいで2年目に突入して、最初ずっとハリネズミですけど、その後はね、ずっと私喋ってるんで、そのあの、ちょっと原点回帰というか、その、ちょっと昔のやつをちょっと見ていこうみたいな感じで、え、それをちょっと見てですね、この、なんだろう、ちょっと短い、 時は短いって言ったらもう23分とか喋ってるわけだからその短いなうわなんだ終わっちまったなって思う時はちょっとあのクソ長い動画をちょっと引っ張り出してあの <laughs> 聞いといていただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました